ルセシロです。さあ YouTube 企画今日は7回目リナさんです。さあすごく順調に体重が減ってきますし40キロ台目前です。さあ今日は行ってるんでしょうか。体重報告を最近見てるんですが多分ねストレス溜まってるはずなんですよ。なんかあったんですよ。今日その辺聞いていきたいと思います。中出てみましょう。ジャストでございます。 600g 減。素晴らしい。なんかありました？ストレス溜まること。いや体重計乗って40いかないのがストレスだったんですか？ストレスってなんかあーって思って。うわーストレスだよね。なんかリッツ2枚食ってたりラーメン一口食ったりなんかね最近なんか優等生リナさんの迷いが出てたんですこの1週間。だから今日は別に行ってなくてもいいかなと思ってたんだけど行ってます。大丈夫ですよ。頑張れてんだからね。数字じゃないっすよ。数字じゃないだ。今日もニコニコハッピーパーソナルスタートです。ちょっと重いです。45キロかなり重いと思います。頑張りましょう。でポイントは腰が丸まってないか一緒に見ていきましょう。お休みちょっと長めの1分にしてますね。重さを50キロにしてるんで結構重いんですよ。なので足の膝まで本当はすねまで落とすんですけど膝までちょっと動き小さくして今日はパワー系としてやってます。自然こうなるとねこうなるんですよ。これをね直したくてこうデッドリフトしてるんですけどちょっとでもこれが崩れたら今日腹筋が10回ずつ増えます。膝は腰9分もあるので胸の前に回してみたり上から下げてゆっくり上げてゆっくり上げてびっくりするから思い出があります。
体をびっくりさせて、さらに増えたいって体を39キロ、超で、上げなくていいです。上げるのだけやるので、下ろすのだけ5秒くらいでゆっくりこう耐えながら下ろして、下までついたら力抜いて抜けないけど。パワーが出る前に、後背筋の効き位置がちょっと変わっちゃうんですけど、いいかなと。これでいけるところまで胸の前にさ、なってきたらそろそろ落ちる合図なんですよ。だいぶ柔らかくなりましたよね。なりました。もうこれなんですよ。皮下脂肪で柔らかくなってくるもんなんですよ。で皮が余ったっていう人多いんですけど、
皮って本当に薄皮なので、皮脂肪がちょっと残ってる。内臓脂肪を燃えて皮下脂肪っていう順番で燃えてくるんで、もうワンチャンありないんです。これはね、ハッピーファットでございます。ハッピーファット入ります。超きつい。足は下に超きつない。これでうまくいくでしょう。結構私の甘さでございます。あと頭の悪さでございます。ラスト40キロ台で終わります。もう見えました、はい、ではラスト1回頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。きつかったですけど、なんか楽しかったです。一番きつかったトレーニングは何ですか？最初の方に足の下にダンベル入れて動くやつ。一番楽しかったのはどの種目ですか？楽しかったのは最後の腹筋ですかね。次回で最後なので40キロ台目標に頑張りたいと思います。